大田黒十五郎大田黒十五郎昭和19年7月28日は、江戸出身の実業家。当時経営が悪化していた芝浦製作所を再建し、同社専務等を務めた後に、各地で水力電気会社を設立した。また、双葉邸氏名とは、東京外国語学校及び、東京商業学校での親友であり、氏名は大田黒をモデルに小説、浮雲を執筆した。 徳川幕府の御家人である、小牧達蔵の四、男として、江戸小石川に生まれ、幕府の没落により三歳の時一家で、静岡へ移住し富士の裾野に機能。没落士族の新参を舐める。沼津の旧正中学校を卒業後、上京して大学予備門を受験したが失敗して、東京外国語学校ロゴ課に入学、双葉帝氏名と進行を結ぶ。やがて、 東京外国語学校が東京商業学校と合併し消滅したため、東京高等商業学校を卒業。大田黒コレノブの養子となる。1894年、三井物産に入社。1899年から芝浦製作所の再建に努力。1904年、芝浦製作所専務取締役となる。1906年、箱根水力電機を創設。以後、 九州水力電気や四国水力電気など各地で水力電気会社を設立。九州電気機動社長等も歴任。1936年、口述による自伝、思い出を語るお嬢子。長男の大田黒元は音楽評論家。王の172ページ。西村茂弘、外国技術の導入と特許部門の役割。芝浦製作所における。 特許部門の設立と展開。国民経済雑誌186-2002年10月。中村光夫、知識階級。ありがとうございます。